とうございます。あ、猫さん、大将さん、ありがとう。呪術廻戦ちょうど明日見に行くよって。あ、本当？ほなネタバレはしないけど、もうめちゃくちゃ良かったので楽しみにしてて。おばばさん、ワンガンさん、ありがとう。あ、また着替えちゃったけど、お洋服ね、赤いやつですかね。ワンガンさん、ありがとう。やっぱ反射が気になるの。こっちに持っていこうか。ちょっと暗くするか。ジージ、ナリターマン、ありがとう。あ、そうなの、そうなの。あのサブスク、新しいエブリワンがサブスク解禁になりました、皆さん。あ、まだあれだね、16日からか、明日からの会期になっております。ぜひ皆さん、あの私もすごい待ち望んでいました。 Apple Music などで聴けます。新一、あ、ありがとう。近いか、長崎のライブ。おいでやす。フジモンさん、ポップマスターさん、ベクポアさん、ありがとう。わ、きびなご美味しいよね、コロボ。天ぷら、いいな。エイジさん、カンちゃん、マサさん、ありがとうございます。バンホーテンのミルク、何？バンホーテンって。ミルクココアだって。ノブさん、ユッキーさん、タクさん、グッチ、ありがとう。ひでゆきさん、こちらこそ、ありがとうございます。ありがとう、ウィズライブ。今日はウィズライブもありました。皆さんありがとう。ヨッシーパパさん、あさみさん、おてむちゃん、あださん、なおさん、えいたんさん、まみしばさん、かのうさん、めがね、クラッシャーのぶさん、やまびこさん、まだおさん。あ、ほんと？ポップマスターさん。いや、ほんまごめんと思って。めっちゃ、めがねかけながら終始になるけど、と思って。これほ、外したらね、ほんとにね、見えんくてね、私。めちゃくちゃ携帯近いやけど、距離この辺まで近づいたら見えるよね。ほんまに見えんのよ、この距離やったら。リラクマさん、ありがとう。あ、ナリタママメガネ、いや今日ウィズライブめっちゃもう終始笑ってて、ありがとう、笑いを。めっちゃ楽しかったです。あ、本当、ナオさん、呪術本当面白かったです。見に行ってみー。あの、まだ、当分やってるかな？やってると思うので。え、なんでやろう、ツッチ。また新しくなったってこと？ ID。本当。大変じゃ。ありがとう、メガネ。ありがとうね、みんな。コエポンさん、ありがとう。豆柴さん、プチありがとうございます。本当？ありがとう、メガネ。ごめん、本当はめっちゃ反射してて、どうしたらいいんだろう、これ眼科。そうだね、あの多分でもなんだろうね、昨日一昨日くらいからちょっとね、あのずっと寝るまでコンタクトつけてたんですよね、一昨日と昨日。そう、それもあるかもしれない。あの結構もうお仕事終わったらいつも外してるんやけど、コンタクト。でも昨日と一昨日はね、寝るまでつけとって、まあ寝る時は外しとんやけど、つけてる時間が多分長かったんだよね。ケイスケ、ありがとう。コンタクト大変やね。てるてるさん、ありがとうございます。メガネ珍しい。いやもうほぼ初よあられちゃんかと思った。いやこれもう面積大きい方がね、見やすいからね、もうなんていうの、可愛さやなくてね、もうなんていうの、もう見やすさ重視で買っとるんで、このメガネあの細いやつはね、なんやろね、フィットするけど周りがねちょっと見えにくかったりするよね、ちっちゃいやつ。もう大きいやつもどこ見てももう綺麗に見えるので、よいやろ。ぬくもりさん、メガネです。今日さとちゃん、やさいさん、やっくん、ありがとう。
タカさん、スコールさん、おひつりさん、こちらこそ楽しかったです。ビズライブ。にゃん。風林火山さん、こんばんは。ありがとうございます。しげさん、ありがとう。むらぴーさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。りゅうさん、ありがとう。目の傷かも眼科行って、あ、そうだね。なんかでもコンタクト入れてなかったらね、全然痛くないよね。そうやね。明日ちょっと治ってなかったら行きますね。ロッピーさん、いらっしゃい。ありがとう。東京リベンジャーズの CM 見てない。大人になるのひよってるやついる？え、そんな CM あるの？ローマ字のマサさん、メガネです。今日はありがとう。パタさん、アキエモンさん、キンニャンさん、ありがとう。ムラチバラ、ありがとう。ありがとう。サトシさん、リロックマさん、ありがとうございます。アマトーさん、初めて見た。あ、本当ですか。ありがとう。メガネです、今日。ひろひなさん、自然界さん、マイカグラさん、ありがとう。ユッキーさん、プチ、ありがとうございます。お、酒さん、黄色い魚さん、こんばんは。マササティワサ、ありがとう。あ、アマハ、お帰りなさい。共通テストお疲れ様でした。お疲れ様でした。そうだ、共通テストだった皆さん、今日はお疲れ様。ほんまに頑張ったね。よっちさん、こんばんは。ありがとう。あ、技能味噌さんの見てくれたの、ピカルンス、ありがとう。ピカルンさん、嬉しい。ありがとうございます。ムラチン、ありがとう。こちらこそ楽しかったです。ビズライブ。そうです、マッササーティマさん、今日はメガネは蝶よりも花よりも丁重に扱います。それはあれだ。のりたまプチ、ありがとう。ビズライブ爆笑してもらえたので、竹山前座の道を考えてます。おお、めっちゃ面白いもんだって。え、最後のやつがなんかすごい、めちゃくちゃ最後に来てめっちゃ面白かった。ねえ、のんちゃん、そうなんよ。広がらないでほしいね、コロナ。昨日とかも結構ね、すごかったもんね、のんちゃん。そうなのよ。のりたまさん、いらっしゃい。ダーシャーさん、サイリウム、ありがとう。風林火山さん、お疲れ、ありがとうございます。白玉さん、ありがとう。ありがとうね。裸眼の視力ね、いくつだろうね。もうすごい前だからな、測ったの。0.05 とかかな。0.054 ぐらいだと思う、多分。さあ、ごめんなさい。了解。あ、よかった。明日晴れなんですね。コロボありがとう。おさぴーさん、かわいい。ありがとうございます。ひらがなのカズさん、ありがとう。そうでしょう、のりたまさん。私もほとんど見せたことないもんな、メガネ。
大工さんありがとう、こんばんは。のりたまカウントありがとうございます。え、今日旋回訪問、おひつりさんありがとう、すごい、ありがとう、キュンキュンビーム、え、ありがとう、本当におひつりさんありがとうございます。旋回訪問だって。メガネ取れた跡ついてる、そうよ、ここにもうめっちゃ跡ついてる、ほらここ。そうなんやけん、もう一回コンタクト入れるか迷ったんよね。なんか跡ついとるけんやめました、メガネにしようと思って。そう、ギリ5分前までずっと悩みよって、もう一回コンタクト入れて1時間頑張って外すか、メガネかけてさせてもらうか、それとも全部外して裸眼のまんまめっちゃ近づいて配信するか、もう1時間ぐらい悩んどって今回はメガネにさせてもらいました。バタコさんありがとうございます。ありがとう、カウント嬉しい、ありがとう。みごまちさんこんばんは、ありがとうございます。おひつりさんプチありがとう。ワイルドトリガー、あ、見てくれた？もうめっちゃ面白いな、世の中には面白いのに知らないアニメがいっぱいあるんやろうな、それほんまに思った、ワールドトリガー見た時にね。そうなのよ、その存在は知ってたけど見ようって思わなくて、その時はで知らないうちに3期まで進んでたから、なんやろ、こう見るっていう感じじゃなかったよね。だからこう紹介していただかなかったら一生見てないかもしれないから、出会えてよかったですよね、面白いアニメに。ぬくもりさんプチありがとうございます。ちびまる子ちゃんのたまちゃんのモノマネ、まるちゃん、まるちゃんまるちゃん、なんて言うっけ、まるちゃん、Z さんチョリース、ありがとう、 Z さんありがとうね。お、マサさんプチありがとうございます。今日は酒粕お味噌で鮭のお茶漬け、美味しそう、いいな、明日頑張ってね、よしんこ。ようちゃんありがとうございます。今日は終始メガネです、すみませんが、ありがとう。どうでしょうさん、本当ありがとう。まーちゃんこんばんは、ありがとうございます。伊達メガネじゃなくて動画入ってる、もちろん伊達メかけることあんまないからな、伊達メもいいけどね。ぬくもりさんセミありがとうございます。あ、メガネ女子推しなの、あ、初めて知った、ぬくもりさん本当、あんまちょっと機能性に長けたメガネでごめんよ。きなこいさん、そうなの、今日はあの右目が死んでるんでコンタクトつけれないためメガネです。あ、本当、そんな、みんなありがとね、メガネでそんな言うてもらえてもう幸せ者やね、たいしくんさんありがとう。リアルあられちゃん、あ、あられちゃんこんなメガネやったね、そういえば。なんか四角いよね、あられちゃん、でかくて。コンタクトにね、傷があったわけじゃないよね。なんもうね、新しいやつに何回か付け替えたんやけど、やっぱりどれも痛かったけん、多分目が悪いね、今日は。フジモンさん、セミ、ありがとうございます。ありがとう、ウィズライブ楽しかったよ、こちらこそ。そうなの、宮内さんありがとう。ケンスケセミありがとうございます。あ、ね、お話ししようね、またぜひぜひ。オッキーさん、イヨシかな、イヨシ、イヨシだと思う、あの お味噌の工場、ギノ味噌さん、オッキーさん。新一カウントありがとう。エイジさんセミありがとうございます。いや、今日の公式配信はギリギリコンタクトしてた、でも本当に、あ、それが終わってすぐ右だけ外して
左だけめっちゃ見えて右だけ全然見えない状態でお家帰ってみたいな感じ。のりたま、結婚してありがとう。もう少し近いところで大スクリーン感じながら2回目見る予定。あ、わかるわスポーン、それ私もやりたい。あの見たのが IMAX だったからめちゃくちゃ迫力すごくて、でももうちょっと前でもう一回見たいなと思いました。嘘本当そんなこと言われたら舞い上がってしまうわ。ぬくもりさんありがとう。工場見学の時の、あ、そう、おでこ出して、そうだ、動画に出ているのも初めてだったかも。あんまりなかったかも、おでこ出して。今日の配信ね。おひつりさん、バラありがとう。タミオさん、こんばんは。ありがとう、タミオさん。目薬、そうそう、目薬ね、何回もさしたんやけどね、なんかそうじゃないみたい、潤いじゃないみたいです、なんか潤いのせいじゃないっぽい。ヨッコさん、こんばんは。プチありがとうございます。コウトクさん、ありがとう、メガネです。今日ストンコさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、アマハ、あの日にち的にはどうなんやろ、11日、長崎でさせてもらうんだ。オリバさん、白うさぎさん、いらっしゃい。おひつりさん、ハート、ありがとう、たくさん。え、さとしさん、本当カウントありがとうございます。今日レッド入りするひなほさんをたまたま見かけて、本当、あら、それは全然気づかなかったわ。さとしさん、レッドの前にいらっしゃったの。お、秀幸さん、初フルじゃん。ありがとう、初フル。僕たちはこの先もきっと数えきれないほどの壁や困難の雨に打たれては何度も泣き叫ぶだろう。神様にすがるのはやめて。ありがとう、今日初フルじゃないか。ありがとう、オリバさん、いらっしゃい。あ、これ言ったか、よし、いや、しきたかさん、いらっしゃい。ありがとう、ドナルドさん、セミありがとう。コウトクさん、かわいい、ありがとう。あ、隊長、こちらこそめっちゃお久しぶりだったね、楽しかったです、ウィズライブ。太郎くん、流れ星ありがとう。純一さん、ありがとう。歌聞いて配信で人柄を感じ大好きになりそうな予感ですって言ってくれとやけど、ありがとうね。最近めっちゃ来てくれよるね、配信に。ありがとう、太郎くん、小づち、ありがとうございます。ユッキーさん、セミありがとう。ストリートくん、お疲れ、ありがとうございます。グッチフルー、ありがとう、グッチ。そうそう、視力が 0.1 以下なんですよ。なんか世界が違うよね、なんか裸眼の時とコンタクトの時って本当に違って見える。こやぽんさん、おひつりさん、セミありがとうございます。ありがとう、本当に。おひつりさん、まだ解禁が続いてるよってすごいよね、本当に。ありがとうね、毎日本当に。ムラチン、セミありがとう。フジモンさんもフル、ありがとう。ありがとうございます。わあ、そうよな、清水さん中止になりましたね、愛媛マラソン。ほんまにね、悲しいよな、2年連続やからね。ムラチ、めっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。ワンガンボーイさん、セミありがとうね。メガネ壊れるのは死を意味します。あ、普段からメガネだよね、ワンガンさんは。そうかそうか、いや、ほんまにね、ほんとやね、ワンガンさん普段からメガネか。
あ、すごいいっぱいいただいたコメント。ありがとうストリートくん、カリタンカウントありがとうございます。松山揚げとはどんな感じなのか検索してみましたよ。おお、ブッチャーさんありがとう、美味しそうやろ。ピさんありがとう。アントワンヌさんこんばんは、ありがとうございます。顔ちっちゃくてメガネ大きく見えるのかと思ったら、そうそうそう、大きいのかけてますよ、大きい丸いメガネ。そうなのよ、ちょっと書きやすいことない？丸い方が。おばばさん、お風呂ありがとうございます。ありがとうありがとうね。山下さんこんばんは、ありがとうございます。なおさん、お風呂ありがとう。ひらがなのなおさん、あら嬉しい。あ、兄さんさん配信聞きますねって、無画面で聞いてくれよるってこと？のりたまセミありがとうございます。裸眼で近づいて発信したら禁止する人続出ほんと？裸眼でしよっか。お、Y さんこんばんは、ありがとう。ひらがなの、あれ、大工さんお大事に、ゆっくりしてな。大将さんふるありがとう。大将さん、明日は15年ぶりに、それは楽しみだね。中学校の同窓会だって、15年ぶりに。そりゃドキドキするね。いってらっしゃい。たまちゃん結構似てる、ありがとう。お寿司さんいらっしゃい、ありがとう。のぶさんフルーありがとうございます。部屋とワイシャツ。お願いがあるのよ、あなたの名字になる私。何だっけ。気に入った女の子は私と同じ名前で呼んで。わ、ごっちゃになっちゃった。ありがとう。ヨッピーさんもありがとうね。今日も、お、丸山プロのように麻雀の時はメガネで対局する。かっこいいよね丸山プロ。わかる。130ブルーさんこんばんは、ありがとう。隊長セミありがとうございます。ワイの近所に味噌天神という味噌の神様を祀っているところがある。え、すごっ。それは拝みに行きたい。メガネに画面がうっすら反射してて仕事できる人みたいになってるね、反射めっちゃするよね。ごえもんさんありがとう。そうなの、今日はメガネです。イサムさんいらっしゃい、ありがとう。大地さんフルありがとう。大地さん、若い頃メガネに憧れて伊達メガネしたことあります。あ、ほんと。いやでもね、メガネおしゃれなやつはめっちゃおしゃれやもんね。いいよね。今なんかクリアメガネとか流行っとるん知ってますか皆さん。なんかね、白っぽいメガネ流行ってるんだ。ピルクル、今日はフルありがとうありがとうございます。アニメ好きじゃないけどひなおさんの歌声に惹かれましたって。あら、ありがとうございます。え、なんでごめんなさいだ。ようちゃんカウントありがとう。おひなが好きなメガネをかけたアニメキャラ、誰がいるかな。メガネかけたアニメキャラ思い出して、思い出して。誰がいるかな。ジージーかんちゃんフルありがとう。たくさん、
メガネ助かる？ゆきさん、サカピーさん、フォローありがとうございます。ベストアルバムのサブスク待ってました。トレーニングや通勤でたくさん聞きますね。ありがとう、聞いてください。ぜひサブスク解禁です。皆さん、エブリワン、新一フォローありがとう。今日も映画のスクリーン前すぎると終始見上げる体勢。あ、そうだよね、それはそうか。私あんま前で見たことないから、確かにそうだよね。あ、きなこいさん、カウントありがとう。今夜はひなほちゃんの枠取れなくて、ほの春にだらっとしたポーズ集の聖地。いいな、どこ行ってきたの、きなこいさん、見たかったぜ。あ、ねえ、ポップマスターさん、ありがとう、手形狙いですって言ってくれてたね。そうなのよ、明日までですね、締め切り、あの抽選の応募のやつ。みんなたくさんありがとね。お、なおさん、なんと去年まで愛媛にいたんで技能味噌でした。だって素敵。松山揚げも芋炊きもやってました。あ、すごい。松山揚げの芋炊きって美味しいんかな、食べたいな。長崎は鹿児島から愛媛へ行くより近いし日帰りも可能と思い。あ、ありがとう、予約してくれて嬉しい。ロッピーさん、ありがとうね。太郎くん、プチ、今日もありがとうございます。気をつけるね、太郎くんも気をつけてね。ありがとうございます。はるかさん、本当ありがとう。マダオさん、フルー、ありがとうございます。ありがとう、マダオさん。ファッションで丸メガネしてる子多いよね、小顔効果抜群。あ、そうなのかな、確かに大きいメガネかけてたら小顔効果あるかもね。確かに確かに。リッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。昨日の夜アマゾンでミニカー注文したら今日届いた。何、ミニカーっていいな。リッキーさん、里優さん、まこっちゃん、ありがとう。アマトーさん、セミ、ありがとう。あ、3期見終わった。3期って、待って、こないだのやつ、アリシゼーションですか。わーん、え、早いね、アマトーさん。ゆきさん、カウントありがとうございます。51分、あら、結構遅れちゃって。レッドの外のモニターのところにいて、入り口の方に歩いてたらひなおさんがやってきた。あ、本当、さとしさん、あらあら、本当ありがとうございます。本当に入るときだね、それ。そっかそっか、すみません、気づかず。自分もコンタクト最初にしたとき周りが輝いて見えた。あ、ねえ、本当に、本当ね。エイジさん、フルありがとう。乾いてゆく心の中は何か欲しい、指きたす貧困層コントスパイラル。ありがとう。ピカルンさん、フルって何かわからない。だってフルっていうのはね、あの右下にね、星があるでしょ、黄色の星。それあの全部貯めたら99個まで貯まるんですよ、その星で。星って5種類色があって、長押ししてもらったら出てくると思うけど、星のとこ5種類星があって、それも全部99個ずつ貯まるんですけど、それを全部投げ切ってくれて、5種類とも投げ切ってくれて、プチ一周で全部空になって、またあの他のルームさんに行ったら、他のルームさんで視聴してると星もらえるんですよ。でそこでまた、99個全部満タン貯めて帰ってきてもらって、で全部投げてもらってセミ。ほんでまたなくなったら、
もう一回出てもろて、でまた全部集めて戻ってきてもらって、全部投げ切ってもらったらフルですっていう感じです。お、ゆっくんさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ゆっくんさん、はじめましてか。あ、のりたま目は、目悪目だね。 0.03 か。そうか。バンクバーさん、フルーありがとう、バンクバーさんありがとうございます。だから少しくらいわがまま許してよなんて言わないけど、わかってほしいの。ありがとう。豆柴さん、ありがとうね。今日も地球人で一番目が大事本当ありがとう。スクショタイム、じゃあ今しとこっか。スクショタイム、ありがとう。リクエスト、ローマ字のマサさんもフルありがとうね。じゃあよかったらスクショしてもらって、うん、なんかこうやってちょっと見えてた方がいいのかな、どうですか。ちょっとおばあちゃん感ある、これ。おばあちゃんどんな感じにしてたらいい。どうだ、透明の方がいいのかな、逆に。あ、なんかお花が出てきたわ。普通にかけてれば大丈夫。なんかね、反射しちゃってね、あんまあれかなと思っちゃって。反射するよね、めっちゃ。ありがとう。よし。はい、ちょっと鼻をかませていただきました。よいしょ。で、あ、みんな取れましたか。大丈夫。ここまで読んだかな。ニオさん、いらっしゃい、ありがとう。タツノクラさん、こんばんは、ありがとう。このルームのメガネ率の高さ、お、ほんまにみんなメガネ率高め。いっちゃんさん、いらっしゃい。マサさん、セミ、ありがとうございます。バンホーテンはココアで有名な。え、飲んでみる。え、どこにあるのそれ。いいな、いいな、でいいな、おやつにご飯。ありがとう。あ、小説家さん、フルかい、ありがとうね。たくさん、あ、痛い、ありがとう。メガネかけてさ、グエコ振ることないからメガネに激突したグエコが。気が向いたらセレナーデ、あら、歌いますよ。君に届けば僕の名前を呼ぶ君の声、胸のポケットにしまって
ありがとう。ドワフさんありがとう。メガネフェチなの？ドワフさんもありがとう。気をつけます。ありがとうね。ケンスケフルありがとうございます。ひなほは自分も推薦だから大学入試の大変さの実感は多分ないけど、きっと入試は大変だよね。その通りです。本当に私はその受験通受験をしなかったので、大学の時も指定校推薦という推薦だったので、面接だけだったかな、多分面接だけだったんですけど、本当にその時の周りの友達とかはめちゃくちゃ勉強してて大変やけど、かっこいいなと思った。めっちゃムラピーさんフルーありがとう。ありがとうございます。今日はインテリひなほよ、今日のみだよ。ありがとう。ゆっくんさん嬉しいね。ゆっきーさんフルーありがとうございます。思い切り泣いた後は思い切り笑おうよ。ありがとう。あ、ゆいさん配信どうだろう、あるっていうのは聞いてないんだけど、11日3月の。あ、桃色ドロシーさん、よく知ってるバンドさんなんですか。そうなんや。ヘムヘムさんいらっしゃい。ぬくもりさんフルありがとう。中学時代伊達メガネにハマってました。え、おしゃれだね。中学時代で伊達メにハマるって。デメキンさんいらっしゃい。ありがとうございます。たくさんフルありがとう。たくさん、こちらこそ。ウィズライブ楽しかったです。ありがとう。緊張した。ほんとキテレツ、あ、確かにキテレツもメガネかけてるか。たまちゃん、あられちゃんはメガネかけてるよね。心地いい周波数の声だね。おお、ありがとう。ほんと？サノピアノさんいらっしゃい。ありがとう。メガネといえばコナンかなって。ひろひなさんフルありがとうございます。映画の呪術廻戦はやっぱりアニメを見てからの方がいいかな。そうだね、アニメ見てからの方がいいと思います。できればちょっと長いけどね。24話だよね、多分2クールあった気がする。でもね、やっぱ見てから見ると、あ、それより前の話なのね、ゼロっていう意味で、そのアニメより前の話になるんだよ。でも出てくる人はみんな、ま、大体一緒だから、その方たちの、あ、過去が見れてるんだっていうこの嬉しさ、アニメ見とくといいと思います。メイチさんセミありがとうございます。おひつりさんフルーありがとう。ありがとうね。旋回のフルー、旋回訪問のフルー、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうね、おひつりさん。シャラクさんいらっしゃい。ありがとうございます。視力右が 0.7 左が 1.2。 あ、結構差がありますね。そっか、ポップマスターさん左すごくいいね、視力。ノムさんありがとう。いらっしゃい。コロボありがとう。早めに寝るね、今日は。おやすみ。11時か。え、11分、えぐいな。ドナルドさんフルー。ありがとう、ドナルドさん。ありがとう、ありがとう。よしんこよしんこって。ポップマスターさん、ムラチン。リュウさん、フルー。ありがとう、たくさん。ワールドトリガー少し見たけどハマりそう。あ、嬉しい。ムラチン、見ていこう、ゆっくり。
ありがとう、リュウさん。アニメメガネ、アニメでメガネ、今なら。あ、ほんとだ、マキ先輩、ほんとだ、メガネじゃないか。かっこいいわ。ひらがなのカズさん、セミ、ありがとうございます。よいしょ。買い物とかで街歩いてて声かけられることって何回に1回ぐらいあるの？何回に1回かは分からんな。どんくらいですかね。なんか店員さんとかに言っていただけることも結構多いんですよね。そのお洋服屋さんの店員さんとか嬉しいですよね。カノンさん、奥様、フルありがとうございます。今日も嬉しい。ひなほちゃんが楽しそうに話すから馬娘始めてしまった。あ、見たよ。え、ツイッター載せてたよね、カノンさん。ライスシャワーちゃん育ててたよね。素敵、ありがとう、嬉しい。やってこう。若いりょうじさん、プチありがとうございます。わ、ピカリュウさん、私も山田屋まんじゅうめっちゃ好きです。わかる。名古屋のなんて書いてあるそれ。おさぴーさん、フルーありがとう。今日もアバター通り自分もメガネかけてるけど、え、そうなの。裸眼だと一番大きいシーンも間近でないと見えない。お、でも一緒だね。ね、わかんないよね、本当に。一番上のシーンも。昨年までフルなんてわからなかったのに今では当たり前になってる。ありがとう、ほんまに。毎日ワンガンさん、あ、そうだね。一つの色の星を連打しても10連打してもらったら、普通にこうポンポンって投げるよりもポイントがね高いんですよね、10連打。アキエモンさん、フルありがとうございます。子供さん、コウメイくんかな、コウメイくん、おめでとう、誕生日おめでとうございます。アキエモンさんのあのあれだ、書いてくれてたよね、年賀状にも。コウメイくん見てくれてるのかな。あ、でもピカルンさん一周してくれたやつも、ありがとう。あれ、これやっと私もしかしてスクショタイム。ストンコさん、フルありがとう。ストンコさん、ガックンさん、いらっしゃい、ありがとうございます。あら、ゆっくんさん、フォローしていただいてありがとうございます、嬉しい。さとしさんもメガネなの？いや、そう、私もコンタクトめっちゃ怖かったけど、でもやっぱり楽だろうなと思ってコンタクトにしちゃった、高校生の時に。お、ようちゃん、フル。お、あ、また、また当たっちゃった。いてて、ありがとう、ようちゃん。あ、呼ばなしディセーブだ。オーマイダディなんて主体、僕はごまかすなんて言ったって、この星は不気味じゃない。テレタタ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 タ、ズリズリあざ笑う。やばい、もう歌詞が思い出せんわ。お、アマトーさん、ハズキルーペ良きね。めっちゃ見えるらしいね、ハズキルーペって。あ、ヤマピーメガネの人だ。映画を見てきたところで再度失礼だな、純愛だよって言ってもらえませんかね。ちょっとネタバレになってしまうから、ちょっとなんか違う感じで言うね。失礼だな。
純愛だよ。ミミックさんいらっしゃい、ありがとう。あ、太古の奥間いただいてるんだ、ありがとう。本当だ、おひつれさん、あ、ワンガンボーイさんもだ、ありがとう。あ、いっぱいいただいてる、ありがとうございます、ありがとう。太古の奥間、なおさん音符ありがとう。おさぴーさんありがとう。こえぽんさん、ひでゆきさん、音符ありがとう。ピルクル小槌ありがとうね。アントワンヌさんも小槌ありがとう。ローマ字のマサさん、未来さんありがとう、ハート。ひらさん花束、なおさんレインボースターありがとう。若いりょうじさんハートありがとうね。こえぽんさん音符ありがとうございます。えいじさんありがとう。風林火山さん、かわいい、ありがとう。若い領事さん、かわいい、6個もありがとう。ピルクル小づち、ありがとうね。こえぽんさん、音符、ありがとう。わ、じいじレインボースターにハート、ありがとう。ローマ字のマサさん、ひでゆきさん、音符、ありがとう。やっくん、だるまレンジャー、ありがとう。ピルクル小づち、ありがとう。りゅうさん尊い、ありがとうね。若いりょうじさん似合う、ありがとう。のりたま結婚して、ピルクル小づち、ありがとう。なおさんハートにレインボースターたくさんありがとう。おさぴさん花束ありがとうございます。あ、いずきゅう似合う、10個もありがとう、ありがとう。ローマ字のまささん、流れ星にレインボースター、ありがとう。ようちゃん音符、ありがとう、たくさんありがとう。おさぴーさんサイリウム、ありがとうございます。ようちゃんありがとうにいいね、ありがとうね。あおめがねさんハート、ありがとうございます。なおさん花束ありがとう、たくさんいただいて10個も。ようちゃん結婚して、ありがとうございます。いいいいいいありがとね。やっくんフル、ありがとう。やっくんカチポン、ほじゃろありがとう。あんこさんいらっしゃい、ありがとうございます。まさみうらさんありがとう。うわー、角膜傷ついたことあるんだ、コンタクトで。私も昔あるな。いや、わかります、痛いよね。ありがとう、のりたま。コメントそんな渋滞してるか。ピカルンさんありがとう。眠くなるいい声って言ってくれてる。オカムさんフル、ありがとうね。ありがとう。今日ひなほちゃん学級委員長感ありあり。あ、ほんと？カチャリ。ありがとう。竹まつるさんありがとう。ひらがなのけんさんありがとうございます。初めて竹山さんの配信見ました。あら、ありがとうございます。初めて見てくれたの。猫さん、アントワンヌさんフル、ありがとう。映画自分は E か F 列、座席だんだんなので首大丈夫。 E か F、 前の方かな、真ん中らへんか。いいねいいね。アンクさんカウントありがとうございます。お兄さんさんいらっしゃい、ありがとう。柿橋さやかさんかね、ゆっこんさん、乃木坂さんの、あの最近その方よく雑誌とか出られてるかな、ありがとう。そうなのよ、竹まつるさん、多分ね、新しいファンクラブになってからかな。ありがとうね。今入れないんですよ。北海道のジョーさんこんばんは、ありがとう。体調フルー、ありがとう。ひなほさんの目が良くなるように、ありがとう。よしんこ、目によしんこお願いします。とろけるさんプチ、ありがとうございます。てるてるさん
フルトありがとう。寝落ちせずに頑張りましたって言ってくれてる。ありがとうね。あのウィズラブもありがとうね。ひろひなさん、めっちゃいっぱい見てくれよるわけね。呪術廻戦とワールドトリガー SAO 忙しいって。わ、いづきを見たよ。井上ネオちゃんのインスタの猫ちゃんめっちゃ可愛すぎた、びっくりした。黒猫ちゃんね。こえぽんさん、まーちゃんふるー、ありがとう。今日も呪術廻戦はアニメデビュー、あ、お、一緒ですね。映画も絶対行きますよって。あ、見始めたってことか、アニメ。よきよき、楽しいぞ。まーちゃんふる、うん、どう、何しようかな。あせりゃやれさの。ありがとう。今日はナルト孫歌林という民謡です。わ、ゆきさん、鈴鹿ちゃんは可愛い、推しにもなるて。そりゃ、小太郎さん、フルありがとうございます。月明かりに魔物が揺れる、きっと私もどうかしている、暗闇に色彩が浮かぶ、赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。ピカルンさん、いえいえ、 ありがとう、次回フルしますって。ありがとうね、嬉しい。ほんと、あの YouTube にもよかったら、なんかフル講座みたいなね、載せてるのよよかったら見てください。あ、なおさん、ワールドトリガー漫画で読んでるんだ。いや、漫画読みたいのよね、本当に。今も続いてるんだよね。シロさん、こんばんは、ありがとう。ひらがなのさとしさん、プチありがとうね。ハラメタルン、フルーありがとう、ありがとうございます。湯のお味噌のひしおめっちゃ美味しそうだったから今度買ってみる。あ、本当に美味しいから食べて、本当に。ハラメタルン、ありがとう。ひしおマジで美味しかったのよ。17分か。ひなおロゴン、もきちさん、いらっしゃい、ありがとう。やまぴーフルありがとう。お大金だよって、ありがとうございます。滝山ライブがない間にいろんなライブ行きすぎて主現場変わりそう。はー、だってそうなんよ、できてなくてごめんなさい、本当に。ライブやりたい、一応2月と3月にある予定やけど。そうなの、いっぱいします。は、千里さん、ありがとうございます、いらっしゃい、嬉しい。小太郎さん、心は乙女だから22日来てくれるの。大工さん、カウントとフルありがとうね、お大事に、ありがとうございます。のぶさん、おやすみ、ありがとう、気をつけます。め、浅はかのヒーローさん、こんばんは、カウントありがとうね。そう、今日はメガネなの、ありがとう。スッチーさん、いらっしゃい。タツノクラさん、フルありがとうございます。タツノクラさん、ターちゃんさん、カウントありがとうございます。あ、小太郎さん、そこかもしれない。伊予市駅がね、どこかわからんけど、味噌工場、宜野味噌って書いてるよ。あれ、あ、ここだ、結構読み切れそうなところだね。
おひなとポンのツーショット楽しんでる感が伝わってきた。いやほんまに楽しかった。あのガチャガチャとかもして、呪術廻戦あのカフェオレとかも、あの今大道とコラボしてるやつとか買いに行って、ほんと楽しかったです。あ、新橋のアンテナショップに技能味噌さんのないか見てくるって。え、見てきて。あるかな。あ、メガネさん、まー、あ、ちゃんだるま、ありがとうね、たくさん。もきちさん、プチ、ありがとうございます。え思ったより時間が来ていたわ、ごめん。かおりさん、ルームよりジャンさん、カウントありがとう。ありがとうね、のりたま、お疲れ様。もうコメントありがとうね。ダットさん、ありがとう。メガネです。よし、ちょっとギフト読ませてもらいますね。あ、ピカルンさんが天使のお熊いただいて、ありがとう、ありがとうございます。ピルクルもみかん、ありがとう。ワンガンさん、流れ星、あ、間違えた間違えた。レインボースター、虹色さん、ハート。まーちゃん、だるま、ありがとう。ピルクルみかん、コエポンさん、音符。ファントムさんだ、お疲れ、ありがとうございます。わ、ピルクルもみかん、たくさんありがとうね。ひらさん、アイス。まささん、バラ。ようちゃん、結婚して、ありがとうね。よし、それではお供タイム。あれ、あ、ここ行ってた。今日のお供はさ、そうそう、来週日曜日じゃないかな、抽選会 23? 抽選会あります。今日は伊藤園の腸内環境を良好にする充実野菜青汁ミックス。なんだか体に良さそうなのを買ってきたよ、私は。なんかまたさ、パッケージの色がすごいよね、これ。青っていうね。青汁、青汁らしいです。飲んでみや。8483、はじめまして、来てくださってありがとうございます。よいしょよいしょ。ではでは、頭ある方一緒に乾杯。飲みやすい。え、おいしい。あ、でも後から確かに青汁の味がするけど、え、もうほんと飲んだ時はリンゴジュースっぽい感じ。この後ろにリンゴ隠れとるね、確かに。飲みやす。うん、おいしい。野菜重はね、人参が一番最初に書いてるから、人参が一番多いのかな。あ、今日は野菜の野菜重 50% だよん。苦くない、全然。ほんとなんかジュースみたいな感じ。後味でちょっと青汁っぽいなーっていう。お肌に良さそうね。そう、パッケージが青いんですよ。多分中は緑なんじゃないかな。どうだろう。え、また愛媛来てんな、猫さん。よし、それではランキング読みするね。ごめん遅れちゃって。コエポンさん、馬10個もありがとう。ナオさんも馬だ、ありがとう、たくさん。最近ね、竹山のやつかけるのがね、難しい。
難しいんですよね。こいつらチャイムだ。ありがとう、今日もたくさん。今日はメガネで失礼いたしました。ありがとうございます。13位、ようちゃん、ありがとう。ようちゃん、夜遅くまでありがとうございます。12位、若いりょうじさん、ありがとう。今日も壇上ありがとうございます。11位、おばばさん、ありがとう。おばばさん、わーい、たくさんありがとうございます。10位、じいじ、ありがとうございます。壇上いつもありがとう、お疲れ様。9位、ローマ字のマサさん、ありがとうございます。ありがとう、たくさん、お疲れさん。8位、こえぽんさん、ありがとう。こえぽんさん、8位、いつもたくさんありがとうございます。ラッキーセブン、おさっぴーさん、イエーイ、ありがとう。おさっぴーさん、たくさんいただいてありがとうございます。明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、ムラチン、ありがとう。ムラチン6位です。たくさんいつもありがとうございます。壇上。そして5位、イズキュン、ありがとう。イズキュン、たくさんいただいてありがとうございます。壇上ありがとう。4位、ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンボーイさん、壇上いつもありがとうね、バーイ、ありがとう。そして3位、あぼん、ジャーニャン隊長、隊長ありがとう。3位です、ウィズライブもありがとうね。そして2位、プルルルル、アボン、ナオさん、ありがとう。ナオさん2位です、たくさんありがとうございます。わいわい、ありがとう。そして今日の第1位、プルルルルル、アボン、おひつりさん、ありがとう。旋回訪問もありがとうね、たくさんありがとう。わーい、2231名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。よし、じゃあ最後に、カラオケを1曲歌わせてもらって終わりたいと思います。何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーい、スタート。ケンゾーさん、お疲れ様です、ありがとう。ギノクロさん、英作さん、ありがとう。マウントマヤさん、ありがとう。未来さん、こちらこそありがとうございます。あ、スウェットの後ろかわいい、ありがとう。そう、絵描いてるんですよ。ドライフラワー、オーラロミツユ、いいね。トゥルルトゥントゥントゥン、チェリー。誰かを愛することなんて、だってアーリーなんだもん。グレゴリオ、シークレットベース。一途坂嫁、いつか。君のメール、夜にかける。名残雪ね。マイレボリューション。ホムラ、ゴッドノーズ。プロローグ、勇気 100%。きっかけ、ファンサ、さよなら大好きナイト。のんびりしたいねんさん、いらっしゃい。優しさに包まれたなら、未来予想術、そっけない、
プロミスザスタ。お、マイダースト。ノーダウト。手紙。愛の歌、変わらないもの。中さんいらっしゃい、ありがとう。決めます。ボーイフレンド。シャッター。猫。クロッシングフィールド。レベル5。シスターズノイズ。いいね。さよならミッドナイト。片思い。ジュピター。ライジングホープ。ハイアンドシーク。おお、木綿のハンカチーフ。決めます。よし、今日はちょっと結構遅れちゃったが、これを歌って終わるぞ。リクエストありがとう。マイク召喚。夢の船を進め、
僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。ああ負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。いつの時代も悲しみを避けては通れないけれど笑顔を見せて背景15の君へという曲でした。お、ありがとうみんな。パチパチ。あー、もきちさん。いずきゅん、もきちさん。毎度ありがとう。もきちさん、おさぴーさん。ありがとう。ミラボをいただいてありがとうございます。ほいで、虹色さんには虹をいただいている。ありがとう、虹。ファントムさん、新一、若井良二さん、もきちさんもたくさんありがとう。辰野倉さん、山ピー、ありがとうね、ひでゆきさん。それでは夜遅くまでみんなありがとうございました。あいで、また明日ね。おやすみー。5、4、3、2、1。おやすみ。バイバーイ。